それではですね、飯田新平の玉井さんにですね挨拶をいただいてから大前でしょはい、では飯田新平 の玉井さんがですね皆様に感謝の言葉があるそうなのでですね、皆様、よーく聞いておいてください。それでは玉井さんお願いします。はい、皆さん、こんなにたくさん、集まっていただきありがとうございました。今日は255人もね、まだ参加されてない方も、まだこの会場にたくさんおられると思いますけどもね、今日は、勝っても負けても、笑って帰れるようにね、最後、皆さんで、進行を深め合って、頑張っていきましょう。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあ、それではですね、皆様今日一日ブレイブルー楽しんでいきましょう。準備はいいですか？それでは皆さん、スタートボタンを押して始めてくださーい。さあ、ここからはですね、長いですよ、結構はい、試合が始まったらすごい長いですよ。はい、はい、はい、ではですね、引き続きまして、残っているキャラクターの、誘導だけしたいと思います。決まっているのはここだけです。響きと何だっけ、ナオトですね。はい、響きとナオト、響き対ナオト、響きチームとナオトチーム。影響隊がすぐ終わるので、すぐといっても10分ですけども、影響隊10分で終わるので、影響隊の前でも当ててください。はい、響き対ナオトは影響隊です。何があっても10分で終わります。間違ってないの、2人だったら。はい、Rebel 2.
action. Please select your character. Taokaka. Yuki Terumi. では、次を呼びます。次はですね、ナオト響がさっき言いましたね。ナオト響が影響台で待っていてください。ナオト響が必ず影響台の前で待っていてください。次の、配信者が割と面白い組み合わせかなと思われます。そして、実は多いところ1個しっかり分けてきました。レイチェル対バンク、これをですね、アイかジェイのどっちかが多分先にあると思うので、アイかジェイのあたりで待っていてください。レイチェルチームとバンクチームは、アイとジェイのあたりで待っていてください。アイ兄弟、ジェイ兄弟の周りで待っていてください。よろしくお願いします。アイ兄弟、ジェイ兄弟の周りで、レイチェルとバンクは待っていてください。よろしくお願いします。暴力に屈することなく、さあ2対1で、さあ試合ができる1回戦、さあ勝ち残るのはどっち、でもこの確かにこの力はどっちかに強いです。さあでも倒すね、ということで、タオカカの勝ち残りとなります。さあ、というわけで、大道キャラ戦2-on-2が終わりました。